をミッション2、うん、うわ対面失礼します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞおかけください。はい、失礼します。それではですね、ミッション2の発表と参りますのでよろしくお願いします。お願いします。今日はですね NEC さんの、それぞれのポジションの、責任者の方にお越しいただきましたので簡単にご紹介させていただきます。商品企画本部長の森部さん、よろしくお願いします。お願いします。で次に、コンシューマーマーケのシニアスペシャリストの関口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で営業戦略のシニアマネージャー松永さん、よろしくお願いします。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 で商品企画本部のマネージャー漆原さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では早速なんですが、皆さん各ペアの発表を聞きたいなと思ってますが、どちらのチームからいきますか。我々からいきます。はい、はい、次はじゃあ最後で、最後でお願いします。じゃあ2番でいきます。はい、はい、じゃあ1、2、3でいきましょうか。はい、はい、では早速準備してください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。 NEC 側もちゃんとそれなりの権限ある人来てるんですね、うん、はい。それでは、北爪とマリナチームの発表を始めさせていただきます。まず、ユーザーの視点を、解説させていただいて、そして実際に取材させていただいた生産の現場でマーケティングメッセージを発表させていただきます。では、まずは、ユーザー顧客の求めている価値っていうのはどういうところにあるかっていうところを、ご説明させていただければと思います。まあ、ここは絶対に求めているなっていうところを、3つほど挙げさせていただきました。まず軽さです。まあ、キャンパス内での移動が頻繁だったり、学びの場所は様々ですっていうところと、Z 世代スマホネイティブなので使いやすさだったりそれをサポートするところっていうのは必要です。4年間は買ったからには使いたいという気持ちがあるというふうに考えております。費用的にで定量調査も、データをいただいたところを解析をさせていただきまして、まとめております。大学生が、PC についてどこを調査する、どこを重視するかっていうところ、やっぱり軽さが挙げられています。あとは品質、壊れにくさ、不具合などが出てほしくないと。で、今までが、ユーザーの視点っていうところで、今度は NEC 様が提供できるこの製品、サービスの特徴っていうところを、今回取材させていただいて、ここかなというところを4つほど挙げさせていただきました。生産の現場行かせていただきました。でこの軽さについても、素材メーカーのトーレさんと連携して人工衛星 F1 のコックピット航空機などに使われている炭素繊維素材で硬くて軽いカーボンを採用されています。それだけじゃなくて、基板のセンサーとかがない箇所に穴を開けて少しでも軽くしているっていうところが、取材させていただきました。 NEC さんそれ分かってるわけだからそれをもう一回説明してもしょうがないと思うんですよ ね、うん、そうなんですよね。そんな俺らの会社だから知っとるかなっていう話で自社だからズメさん、はい、プレゼン下手なのかな。2つ目の、ラビサポートについてはですね、チームのマリナちゃんから発表させていただきます。はいはい、よろしくお願いします。私はですねまず、パソコン歴が10日ほどで全然本当に初心者なんですけど、だからこそこのラビサポートを使って、たくさんの知識を、得てきました。質問内容が AI チャットで回答できない場合、まあ、私はなんですけど1分以内にオペレーターに代わり回答をしてくださりました。そして回答についてです。私が、やってみたところ既読がすぐにつき、どんな質問でも5分以内に回答していただきました。すいません、ちなみにどんな質問されたんですか。あ、今から説明いたします。はい、はい、ですね、まず F11、12キーの使い方について、初心者の私は分からなかったのでここで聞いてみました。すると F11 そして12に分けてですね文にして分かりやすく説明してくださり、この内容で私も理解することができました。このように便利なラビサポートさんなんですけど、私がこうしたらもっと使いやすいなと思ったところを紹介いたします。ワードやパワポなどのアプリケーションについて、情報がここの中には入っていないので、あると便利かなと思ったのと、あと情報がない場合問い合わせるべき場所の URL を貼るともっと分かりやすいんじゃないかなと、思いました。それは NEC の領分ではなくマイクロソフトの仕事ではないか。ソフトウェアですねっていうのをなんでズメさんは入れちゃったんだろう。
では、続いてですね、群馬に訪問させていただいた、カスタマーサポートとカスタマーサービスのところですね、修理のところについて、強みを、発表させていただきます。まずプレミアムケアというプランがありまして、月額で495円っていう、まあ、サブスクリプションの、ところになってます、うん、これに入るだけでですね、何度でも無償で引き取り修理、お引き取りお届けの時も送料無料で、まあ修理についても標準保証の修理っていうのがちょっと限定なんですけれども、そこは何回でも無償で修理できるというプランです。でこれに入るとすぐに修理してくれるファストパスをもらえます。でなんとこの期間がですね、なんと1日で修理ができるっていうところがものすごいところです。なんとじゃないでしょ、知ってるでしょまあこれをもとに次の答えを出すってことですもんね。本来そうですね、次の答えを話すべきですもんね。ワンデリペアといってですね、パソコンが到着して24時間以内に 97% 修理をすることができます。これなかなか他社さんはできないです。ということで、NEC さんのラビのバリュープロポジション、我々がこう考えます。生産とカスタマーサービスの連携によって、軽くて丈夫なパソコンを提供して、スマホネイティブな大学生がパソコンが不慣れでも使えるようにサポートして、パソコンが不調になった時も修理拠点に到着後、最短1日24時間以内で修理をして出荷できる体制を組んでいる。これがバリュープロポジションだと考えます。ラビは大学生、あなたの学びをサポートするパートナーです。キャンパスでも自宅でも、我々の軽量で頑丈なパソコンがあなたのそばで学びを支えます。レポート前にパソコンが壊れても、パソコン到着後最短1日であなたのパソコンを修理します。わからないことがあったらいつでも LINE チャットで聞いてください。パソコン本体だけでなく Windows の初心者でもわかるように説明します。こんな感じのマーケティングメッセージを作成させていただきました。はい、以上で発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。やばいな、これやばいな。ありがとうございます。今回どういう観点で我々に対してそのプレゼンテーションしたか、どういうことを伝えたくて、どういうことを理解してほしくて伝えたかっていうところをちょっと教えてもらってもいいですか。はい、バリュープロポジションっていうところで、まあ、NEC さんができることと顧客が望んでいること、この中間にあるものって何かだっていうところをご説明したいなと思って、今までの資料を作成させていただきました。そのページはどこになりますか。あ、そのページが、最終的な結論 こちらっていうの1枚ってことですかね。はい、ちょっと今ここが多分重要なページだと思うんですけど、はい、結構内容が薄いです、うん、今まとめていただいたことの大体8割ぐらいは知ってるんですね。でそれに対して我々が期待しているところは、 Z 世代のお客さんが我々が紹介した強みとかをどう2人で解釈して、どういうふうにまとめて、どう考察したりとかファインディングしたとか、なんかその辺をもうちょっと知りたい、ね。まあ、そうですよね、確かに。これ我々の弱みとかそういうところはなかったのかとか、その辺のちょっと観点で教えていただけますか。そうですね、はい、それで言うとですね、調査データいただいた時にですね、実際こう NEC さんのサービスをパソコンを使っている方で、満足度っていうところが、他社さんよりも低かったっていうところが、ございます。でせっかくこれだけのサービスがあるのに、その他社さんより満足度が低かったっていう調査結果を、見て、で、なんでだろうっていうふうに考えたんですね。でそれで実際にこうマリナちゃんにも使ってもらって、これ結局すごいいいサービスやってるのに気づいてないんじゃないかなっていうところはすごく思いました。それは他社さんでもっとこういい動線を張ってたりとかしてるところのケースとか調べましたか。すみません、ケースについてはまだ調べられてないです。なるほど、はい、おちょっとズメさんがこんな顔になるよ。いや思った以上にズメさんポンコツっすね、はい、うん。Never give up so many街の明かりの数だけあるライフ、
それぞれのストーリーが続いてゆく。暗い夜空に光る星座みたいに、夢と夢をつないでみよう。埃りかぶってた雪のかけら、振り払う動き出すその時は今。振り返れば始まりました、はい、ノンタイトルプロジェクトラビ第4回、ミッション2が始まりました、はい、NEC さんからね厳しい意見もありましたがね、うん、ズメマリナペアのプレゼンいかがでしたかヒロキさん。いややっぱあの空気感いいっすよねその場にいたくないっていうあの緊張感と詰められ、ね、大人が詰められてるっていう、ね、ここで見てても気まずいっすもんね、現場どうなってたんだっていうさ、だからやっぱ優秀だと思ってた人がそうでもないっていう、なかなか分かりづらいっすね人間って。やっぱ楽しくない話って聞くのしんどいっすねそうなんですよね、もっとなんかワクワクさせてほしいっすね、なんかそうだよね、長く感じますね。なんかもう確かに森部さんもなんか優しく包み込んで意見言ってくださったんですけど、多分もっと本当はストレートに言いたかったですよね。だってあんな資料そのまま渡して文字で読んでるのも早いじゃないですか優しく言ってたけどテーブルの下でめっちゃ貧乏ゆすりしてた見えてましたもしかして森部さんの。してたはずよ。あーなるほど、ちょっとね最先ちょっと不安かもしれないですね、あのペアは。で僕思ったんですよ、ノンタイトルこんだけやってて分かったことが、経歴ですでにお金稼いでる人で結構よくこういうので失敗する人いるじゃないですか、なぜならか分かったんですよ。だいたい会社やるときってこんなことしないじゃないですか、そもそもだ僕もこれ、こんなステップ踏まずに勝手にやってるわけじゃないですか、だからこういうのって地頭がいいやつがめっちゃ強いんだなと思ってて、やっぱ、確かに肩書きとかねすごい人たちがね、すごい人だと思うけど、バンバン、はい、バンバンノンタイトルで失敗していくというか、多分一定の分野に関してはめっちゃそれぞれ能力高いと思うんですけど、そうなんですよね、全体的にって言われたらそうでもなかったのかなっていう。だ多分その答えを把握する能力で工場見学2つやります、そうすると工場に行った人しか分からないものを持ってくる、でそれは NEC の人たちが気づいてないものを証拠を持って出す、これが出すっていうのが正解だよねっていうところのその答えをそのズメさんコンビ気づいてないんですよ、だから答えが分からないから何やっていいか分からないっていう、そこが見えてないっていう違いがあるかなと思ったんですけど、でのすけさんは多分分かってるんですよ答えを。そうですよね、なるほど。なんか俺だと慶応見直しました。慶応。まさかの。やわやかそのあんまり高学歴大したことないとか言ってたんですね。やっぱ高学歴っていいっすね。確かにね。はい、ね。どっちまで慶応ペアなんで。確かに知ったって、はいはい、社会人やってない慶応ボーイが一番優秀って。そう、慶応すげえなって。多分ちょっと分かんないですね。本当に全く分かんないですねこれ。情報量ないですよね、あんまりまだ。今回、まあ、来ていただいて、まずお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。こういうのいらない。で、あの米沢工場にマヤと、まあ、僕は CS の方で行かせていただきまして、まあ、すごい細かくあの聞かせていただきまして、ご足労いただいた部分も含めて。メガネの人もう怒ってないですか早いっす、早い、もう怒ってまあ今回の番組を通してですけど、僕はすごく今回の、まあ、企画だったりめちゃくちゃ正直ワクワクしてます。で、まあ、あの今回あのバリュープロポジションっていうところも理解 して、まあ、今回本当にこれだったら僕は買ってもらえると思って今日はちょっとプレゼンをさせていただきたいと思います。最初のプレゼンの空気が残っちゃってんな。確かに空気変えるの難しいですね、これ流れを。まあ、今回あの NEC さんのちょっと情報提供にあのいただいた資料を参考に、まあ、アンケートの内容を何個か4つまとめさせていただきました。PC に求められるものがまず価格が、まあ、一番あの正直なところ一番重視やっぱされていると、まあ、一番低かったのはその画面の解像度ですかね。ただそんなに大差はありません、はい。
逆に PC に求めていないものっていうところで、まあ一応基準値はもう半分以上は切ってるんですけど、実際買った人はそんなにタッチ操作だったりペン入力の対応をしてないっていうあの部分が分かりまして、あったら便利だろうなっていうところで買った後使わないんですよね。その N1299 のアンケートをどこで取ったのかっていうのが、これはメーカー側のデータをもらってます。あ、そこですか、はい、メーカーがすでに知ってるのを今説明してるのね、はい、あ、ズベさんと同じパターンにもハマりつつあるわけだ。あ、なるほど。で次は、NEC の競合優勢について、3つ挙げさせていただきました、うん、ここは、素材と基板の軽量化っていうところで、まあ、経営戦略の方でも結構カーボンを素材として使っていくっていう話が、まあ、ありまして、まあ、実際その強度も、まあ、かなり強いというところでここを重視してると。で次は僕の方ですね、群馬事業場っていうところで NEC の競合優位性、こちらの方もちょっと CS の方でいろいろ話を聞かせていただきました。1番目なんですけど、リフレッシュブランドっていうのが、まあ、実際あるということで、まあ、排気量がかなり少ないと。で実際買取サービスなども行っているので、そのパソコンを買い取って修理直して、まあ、新しい、まあ、新しいというかリフレッシュブランドとして出してるっていうところがあって、こういう優秀賞みたいなエコマークアワードのこういう主催されている、ところで、まあ、こういった優秀賞も取られているっていうところだったんですけど、ちょっとそこ細かい情報を前が説明します。はい、公式 NEC さんの公式のサイトをちょっと覗かせていただいて、それを確認させていただいたんですけど、 NEC さんが公益財団法人の日本環境協会が主催しているエコマークアワード2021年で PC 業界初めてで、初めてエコマーク今日エコマーク認定、うん、手出ちゃうよ、手出ちゃうよ、やばいよ。環境先進企業としての取り組みが優秀賞をいただいてたっていうのを知って、それで結構で補足させていただきたいと思って話させていただいたんですけど、そういうところも見て環境にとても優しいんだなっていうふうに感じました。補足失礼します、はい、で今回家電量販店さんに行ってまいりました。まあ、聞いてみたんですよ。一応本体の軽さだったりバッテリーの駆動時間だったり画面の綺麗さだったり品質だったり価格だったりっていうところを聞いたんですけど、実際まあかなり、まあ、全体的に評価はやっぱりこう高いっていう状態なんですけど、で僕がすごい、着目した部分っていうのはやっぱりバランスだなと思ったんですよ。まあ、僕が、理想とする PC に対しての競合になるであろうちょっと PC に近いものをピックアップしてもらさせていただいたんですけど、でこの真ん中の PC ってかなり性能はやっぱいいんですよ。バッテリーの駆動時間24時間だし、本体の軽さこう 1.05 だしとかで見たんですけど、僕これ正直ラビ結構実現しちゃってるんだけど30万しちゃってるんですよっていう感じで言うと、結構やっぱ強いんですよラビって。やっぱり僕がその感覚的な、ただそのデザインとかそういう部分でかなり差はちょっとある、表現としてはあるのかなと思いました。まあ、今回僕が提案させていただくバリュープロポジションは、学びも遊びも一体化するカスタマイズ可能なオールラウンド PC ですね。はい、これは NEC さんにご提案です。具体的に全く意味がわからん、うん、生活に要は必需品になるっていう製品を僕は作りたいと思いました。はい、なのでご清聴ありがとうございました。終わっちゃった。え、はい、マジか。ありがとうございます。終わった。工場見学の情報ゼロじゃない。なのでもし質問とかあればよろしくお願いします。全体的にいろんな話がされていて、はい、ちょっとなんかいろいろ発散していてまとまってないような、ちょっとストーリーが、うん、ちょっとね、伝わらずに、うん、なんていうかな、ちょっと理解が全部把握しきれなくても最初の方も何言っておっしゃってたのかがちょっとね、うん、もう抜けちゃってるんですよ。はい、嬉しそうだな。ロスケ嬉しそう。ロスケ嬉しそうやな。俺勝ったな。みゆかちゃんも嬉しそうだったよ。ちょっと気になった点が2点あります。はい、最後の結論の、はい、提案する商品のページがあったと思うんですけども、はい、それに至るロジック、これですかね。例えばカスタマイズ可能なとか、はいはい、そこの至った自信あるんだろうね、あの2人は、ね、過程だったりロジック、例えば取材の結果だったり、はい、調査だったり、そこのちょっと結びつきが弱いと非常に感じたのが1点と、はい、もう1点が2人でちゃんと話して議論した結果が反映されてるかどうか、そこの2点がちょっとすごい気になります。あ、なるほど。
一つは、確かに、実際このカスタマイズに対して の, そのデータみたいなところで、あのコンセプトに関するアンケート調査でもそんなにやっぱ重視されてないっていうところが、まあ、あったので、ただまあ僕はそもそもこの PC という規制概念から外してポジションを取りたいと思ったので、こういうところを入れさせていただきました。でもう一つは、実際に、まやちゃんまやちゃんは家電量販店実際行くっていう提案をまやちゃんがしていただきまして、でその中で実際僕あんまりその製品自分で回ったんですけど、店頭でいろいろ聞いてもらったのはあのまやなんですね。でそういうところで反映させていただいた製品のこういう、ところですね、どこをピックアップしたかっていうのは全部あの決めていただきました、はい、言い方選ばないと独りよがりのプレゼンになってる感じがします。強引に多分ね、一人でドリブルをしに行って誰ともパス回しをしないでずっとボールを持ってた感じがするんですけどすごいダメ出し会になっちゃった、スンってなっちゃったね、うん、スンってなる。アキくんもこれ空気感変えるの難しいぞ。ここでラストですよ。プレゼンの仕方を NEC の方に教わってるっていう状況ですよねこれそうね。新 PC 開発に向けての方向性ということで発表を進めていきたいと思います。まず流れとしましては、 NEC さんの強みターゲットである Z 世代のニーズで、その後に進むべき方向性とまとめという形でお話し進めていきたいと思います。でまず最初に安全頑丈な製品というところなんですけれども、安全の面では、まあ、指が挟まれることがないか検証されたりとか、やけどを防止するための工夫とかがなされているということを、まあ、知って、であとは頑丈の部分ではパソコン本体もその堅牢性であったりとかというところの見る規格にあの遵守しているところ、それを踏まえてこの過酷な環境でも問題なく利用できる製品を提供されているというところがやっぱり強いなというふうに思いました。で次に、まあ、高い技術力ですね。生体認証であったりとか覗き見防止機能、あとはノイズキャンセリングであったりとか画面の回転機能、これは NEC さんの強みであることはすごく確実だなというふうに思いました。でこれがですね、まあ、強みがあるっていうふうに知った上で、いただいたグラフを見てみますと、ここがまあ安心感があるからっていうところと、あと信頼性があるからっていうところが他社さんに比べてすごく強いなっていうところを私たちは感じました。次に3つ目のその Z 世代のニーズが何かっていうところをちょっと私たち調査する前にですね、私たちは実際に Z 世代の方々に私たち自身が足を運んで、それでパソコンを持って、触ってもらって、ね、実際にで比較してもらった意見っていうのをちょっと調査してきました、うん、でこれが実際に昨日ですね、渋谷駅周辺あたりで調査させていただきまして、20代の方やっぱり Mac が一番市場を占めてるよっていうお話をしていただいたので、今回私たちが使ってるこちらのパソコンとこの MacBook の方を持ち歩いてですね、一回ちょっと見てもらって触ってもらってっていう調査をしました。で最大限74人の方に私たち実際お話を伺いました。もう74人いったんだね、すげえな、すごい数いってる、うん、いやこちらが対象とした Z 世代の内訳ですね、まあ、16歳から18歳だいたい高校生ぐらいの方と、あとは19歳から22歳、大学生もしくはまあ就職されてる方もいる中で、まあこれぐらいの内訳で、でこのような方々を対象として、ここからちょっといろいろ調査をしてきましたので、次のページに参ります。はい、次のページです。で NEC さんから実際のお声をいただいた時に、キーボードの押しやすさについて質問したんですけど、やはりキーボードはこだわってるのがすごく分かるデータが取れました。で約 2.5 倍の人が、ラビーの方が押しやすいという意見をいただきました。ちなみにこれ、質問の下あの仕方、はい、質問の仕方ってどういう質問しましたか。まさしくその時の表現を全く同じで教えてください。あ、 MacBook Air とラビーっていうのは言わないで、この2つのパソコンがあります。で実際にこのタッチパッドと呼ばれるところとキーボードを実際に打ってみてくださいっていう質問をしました。で最後にどちらが打ちやすかったですか、押しやすかったですかっていうのを比較しました。で押しやすさはかなり 2.5 倍の差をつけられたのですが、次の資料に行くと、タッチパッド上ですねに限定した時の指の移動のしやすさっていうのは圧倒的にもう
70倍、こんな違うの？もう差が、ね、約70倍の差がありました。あ、ちなみにその時画面はつけて、はい、こうカーソルが動くのを感じてもらった。あ、カーソルは動くのを感じてもらってはないんですけど、あ、じゃあ電源が入ってない状態で触っているってことですね、はい、っていう状態でこの滑らかさ、はい、っていうのを、質問しました。で、そうすると MacBook Air が圧倒的に優勢なんですね。で、これはなんでなのかなっていうのを思って実際の声としていただきました。そしたらタッチパッドの広さが全然違うねっていう声が多数寄せられたのが事実となっています、うん、で、その次にもっとクリティカルな質問をしました、総合的にどちらが欲しいと買いたいと思いますかっていう質問をした時に MacBook Air を買いたいという声がラビーと8倍の差をつけて、います。で、これはどういうことなのかっていうと、うん、単純に画面の枠がかなりない方がいいっていうのと、薄くて持ちやすいっていうのは、うんうんうん、このインターフェースのところについてで、あとシンプルでスタイリッシュっていうのは、Mac ってちょっと丸みを帯びてる、これは直感的なんですけど丸みを帯びてるのに対してラビーはちょっと角張った感じ、丸みっていうよりは角張った感じで、うんうんうん、スタイリッシュさを直感的に体感してもらったところ、スタイリッシュなのは、MacBook Air っていうのが分かりました。これは先ほどのキーボードの押しやすさとスライドパッドではなくデザインだとおっしゃってますか？デザインっていうのも一つの要因だと思います、はい、買いたい理由としては、はい、キーボードは良かったけど、そうです、全然違うところでの評価になってる、ね、おっしゃる通りです、はい、そうです、うん、ちゃんと言い返した、強いね、うんうん、次が方向性の提示なんですけど、もうズバリ言っちゃいます。安心感のあるイケメンを目指しましょうと。笑いを取れる、どういうことって多分思われる方がいっぱいいると思うんですけど、いい笑顔持ってるじゃん。安心感は NEC はあるんです。安心感はめちゃめちゃあります。じゃあイケメンってどういうことっていうと、じゃあまずイケメンをちょっと想像してみてください。やっぱスリムでマッチョでっていうことでダイエットしますよね。あとは脱毛とか無駄毛が少ないっていうの で無駄な脂肪っていうのを取り除く、つまり引き算なんです。引き算してます。ちょっと分かりやすいわ。という人間の要素をパソコンに落とし込むと、例えば画面の縁ですね、あとインターフェースの厚みを薄くしたりとか、あと画面とキーボードにある隙間、これをなくしていくと Z 世代に刺さるシンプルなデザインになっていくのではないかなっていうのが一つの結論です。ちょっとのすけさん優秀すぎるわ、ね。まとめると、安心感っていうのが今までの NEC さんの一番強いところの強みで、それから引き算するってことが今求められていると私たちは結論付けました。で、キャッチコピーは安心感あるイケメンに、かっこいい人とか可愛い人と一緒に過ごす時間っていうのを想像してみてください。なんかいつもより楽しく感じませんか？感じませんか？イメージです。イメージして。なので、この UX っていうのは、ありがとうございます。なので、UX っていうのは結構かなり重要な部分を占めていくのではないかと思います。安心感って日頃のコミュニケーションとか、先ほどのカスタマーサポートの例とか、あと時間も必要ですよね。信頼を得るために。その安心感っていうのを、は他社と比べても一番だったことから、NEC さんが提供できる価値の一つでありますと。安心感あるイケメンにっていうのをこれからの NEC さんの方向性としてやっていくことが Z 世代のニーズに応えて、さらに最高のパソコンになると僕らは信じています。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいじゃん。はい、ありがとうございました。実際 Z 世代に安心感って響くんですかね？サポート面も含めてなんですけど、やっぱり他社と比べた時に特に差別化するところっていうのは全部あんまなくて、うん、実際みんなできることは NEC さんも絶対できると思うんですよ。できないことはないという安心感、はい、っていうところですかね。はい、わかりました。 OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、 NEC さんと一度協議の時間入りたいと思いますので、ちょっと別室で、はい、ご相談できればと思います。3ペアとも、
まあ、大変だったと思いますが短い時間の中でありがとうございました。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 はい、ということでミッション2のプレゼンが全部終わりましたけど、ね、はい、ちょっと緊張感走るところもありましたけど、うん、いやだ僕だもんね、青木さんの安心感が伝わってきて、あのノスケペアのプレゼンなかったら、うん、マジでこの企画超やべえっていう、あの地獄の空気ですよね。ノスケやっぱ笑いも挟んだりするし、うん、なんかこう本当にその難しい言葉を簡単な言葉に言い換えて、うんうん、誰もが想像しやすくするようにしてるっていうのはう、ね、すごい技術だと思うんですよね、うん、これはめちゃくちゃいいですね。横文字ばっかり使うじゃなくて、だバリュープロポジションとか言わないからね、はい、で言わない方が伝わる、うん、あれ NEC の皆さんもあんな素敵な笑顔を持ってたんですね。確かにね、最初の2つのプレゼンじゃ分かんなかったね、やばかったね。いい笑顔持ってましたよ、ね、いやだから本当この番組のすけさんいなかったら成立しないよ。いやすごいよ、ね、分かんないもんですよ本当に。のすけが一番できなさそうだったじゃないですか、うん、最初は、うん、本当に全然そうじゃない。確かに。どうしてのすけさんはああいうプレゼンが上手くなったんですか、青木さん。なんかイベントとかああいうサークルの自分でオーガナイザーっていうんですか、主催みたいなものをやってるみたいで、結構若者の前で何かやるって結構得意みたいなんですよ。これズメさんはのすけと離れたことを後悔してるんじゃないですか。いや本当に。ね。さあそれぞれのペア合否、まあ、結果発表がこれからあると思いますが、どうだと思います。みんなわかるでしょう。いやこれのすけさん以外全部不合格じゃないの。そうそう、ね、どう考えてもそうでしょう。最初の2組あんな渋い顔して合格だって意味わかんないですもんね、うん、許しませんよこっちもそんなのすけいない考えづらいもんな、ね、うん、ロケーションが変わりましたよ。すごい。あれこれ前使ってたとこじゃない、はい、すごい。ちょっと待って、めっちゃすごい。うわ、ええ、ようこそ。え、何これ、ようこそ。やばやば、え、待って待って、やばくない、えぐ、え、やば、えぐ、え、何、めちゃくちゃいい場所。米おたちの時にね、そうそうそう、ここいいよね。え、お風呂も、え、こんなあったっすか。まあ、テンション上がるだろうな、これは。え、ちょっとエッチーですね。NEC祭の発表はお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ミッション2の結果発表とさせていただきます。早い、今心の準備はよろしいですか。はい、ではのすけ・みゆかペア、うん、合格です。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、よかったもんね。次に北爪マリナペア、爪さんマリナ、合格です。あれ、初合格です。初合格、合格だ。おめでとうございます。かわいい。そして秋マヤペア、不合格です。あら、お、そうか、そこの差は何だろう。あの少しコメントさせていただきますね。お願いします。あのまず、のすけ・みゆかペア、はい、もうこれはあの行動力に尽きると思います。ありがとうございます。はい、自らの足で渋谷に出向いて、まあ、少ないながらもデータを取りましたよね。少なくないと思う。で結果、データ上で現れなかった他の課題だったりとか、要はこうするべきだっていうものを、まあ、お二人の力で導き出したんだと思うんです。マックとの比較になりましたけども、こういうところを見ていたよというところは彼らも関心を非常にしていました。ありがとうございます、うん、あのプレゼンの質としては、津田さん非常に分かりやすかったです。ありがとうございます、はい、でのすけ君は、はい、そのユーモアと、あなたならではの表現が、はい、まあ安心感のあるイケメンと、はい、いうところの表現だったと思うんですが、はい、その引き算の考え方、まあ、そういったところも非常に良かったかと思いますので、圧倒的に合格。よっと、また2回目だ、はい、俺は2回目という形になりました。やった喜んでください。で次に、北爪マリナペア、はい、あの丁寧に、分析をして、そしてサポートのところだったりとか、まあ、実際に自分が、まあ、ビギナーとしてどういう感触を持ったか、感覚を持ったかっていうところを丁寧にレポートしていたというところが非常に評価としては高いと思っています。で一方で、ソフトウェアに寄りすぎたりとか、
サービスの方に寄りすぎたりしていた部分があったので、正直合格点とは言えない部分が大いにあるんですが、それでもあの丁寧な分析 と、 実際にユーザーの心理だったりとか、こうあってほしいっていうところをしっかり導き出していたところを評価させていただいて、及第点ではありますが合格となっています。はい、そして秋まやペアですが、あの NEC さんからも言われていることですし、私も感じていることではありますが、まあ、コア向けのターゲットに振ってしまったところの僕は論拠が欠けていたんじゃないかなというふうに思ってます。果たしてそれでじゃあ今すでに大きなマーケットが取れているのかっていうと、もともと NEC さんのニーズとはそこは違ったような気がしますし、まあ、結果としてどのようなあのスペックの PC を作るべきかというところが、NEC さんも若干理解できずに終わってしまったという部分かなというふうに思います。まやちゃんがリーチですよね、多分首まで。以上の結果となりましたので、皆さんの、今回のミッションでの生活環境変わります。合格の2チームですね、のすけみゆかペアと、北爪まりなペアは天国部屋になります。イエイ、初めての。おめでとうございます。そして秋まやペアは残念ながら地獄部屋での生活となります。まあ、これを励みにして悔しさをバネにして次に挑んでいただければと思います。よろしくお願いします。正直、うん、何も出ないけど、でも一つだけ言えるのが、うん、まあ、北爪爪さんのやっぱり話見ててもそうだけど、うん、まあ、これはもう完全に自分の落ち度だなってめっちゃ思って、やっぱり個人戦みたいな感じになっちゃって、うん、いやもう、うん、なんか。うん、なんだろう、自分もなんだろう、これは違うんじゃないかとか意見は言えなかったし、結局プレゼンも最後自分半分やるって言ったけど結局いややらないって言って逃げたし、なんかまやちゃん、あ、そういうのがあったんだね。怖くて失敗するのが。なんか逃げましたね、なんか怖くてひたすら。でもなんかめちゃくちゃ人前で話すのも苦手だし、なんだろう、めちゃくちゃ気にするんですよ、どう見られてるかとか。でもなんかし、でもそういう自分も変えたくてここに来たし、何してたんだろうっていう、なんか、うん、情けないし、なんか、うん、情けない。気にしてるよね。ってこんなの？あれやばい。魚あるやん。天国部屋ですね、食事。すごい。いいね。これさ、なんだっけ、伊勢海老な？伊勢海老、伊勢海老。これはたまんないっしょ。よっしゃ。よし。じゃあ私がいい。あ、じゃあ温度取ってください。しょうがない。今日だけだぞ。お茶のマリナさん。お茶マリナ。お茶マリナ。はい。じゃあミッション2の合格を祝いまして。かわいいね。乾杯。乾杯。かわいいね。爪さん。爪さんの可愛いね入ったよね今。くーうまい。くーくーなんか入ってましたそれ。おいしい。いやでもやっぱりお茶はお茶でも合格の後のお茶は最高でしょ。全然違う。本当に違う。まあミッション通してお互い分かり合えたね。うん、俺らは。俺らは？俺らは。いやそっちどっか分かんないけど。うんまあわ、うん、いやでもまだ分かりきれてない。分かりきれてないね、うん、まだ分かりきれてない。あきくんとかあのまやちゃんのペアは、うん、も
ちょっと私いつ終わるのかなって思い始めちゃった正直思ったけどね正直思っちゃったよ、うん、なんかもうちょっと協力してる感はやっぱり知りたかったなっていうのは普通に思ったよで正直だね結構ミヤコちゃんズバズバ系だよね、うん、マジで出たわテント地獄のテント、うん、いやこれ梅干しのねわざわざハンコを持ってきてる梅干しが尽きるんですよ途中でこれあ日の丸弁当しか食ったことないんだそうですよ、まやちゃんだから梅干し途中で尽きること分かってましたもん言ってましたペア変えたいですか？ん？全く思ってないよそんなこと。思ってないの？思ってないよ。普通にそう言われると思ってた。この前はね、あきくん、あきくんもシャンパン飲んでたからね前は。最後地獄部屋やっぱあきくんめちゃくちゃ落ち込んでましたね。ねあの空気はね。ジョイさんどうです？重たいよね。今日本当あきくんが責任をがっつり感じてるじゃない。うんうんうん、はい。ねでもまやちゃんも結局逃げちゃったっていう。逃げたって。うん、変えたくてまやちゃんはここに来てたっていうのは知れましたね初めて私たちも。頑張ってほしいよねだったらね、うん。ちょっと応援したくなりますよね。ひかるさんどうですか？ズメさんとまりなちゃんペアとかの印象は？はいマリアちゃんがなんかこう楽しんでてズメさんもなんか本当によくわかんないねこの人のことなんかちょっとそのなんかこう、うん、わかんない見ていかないと、うんうん、なんとも言えない感じですここに関してははい、うんうん、予想外でしたねでも合格って確かに、うん、確かに、うん、合格しましたね、うん、まあでもテントが1個しかないから番組構成上違う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 ジョイさん止めてジョイさん止めてください違いますよヒロキさんちゃんと青木さんも言ってたじゃないですかまあギリギリ大天のね多分、うん、まあ本来なら合格寄りの ね、 ねいやでもズメさんがへこんでる感じがあんまりなかったのが、うん、そうか失敗って気づいてないんじゃないかっていうのが若干気になるんですよね気づかないことありますひろゆきさんあのプレゼンの時の空気でいやでも分かる人は多分自分で作った時点でこれまずいが分かるんですよ、うんうん、作った時点でねあれを作って発表してる時点でそもそも分かってないんじゃないかっていう、うんうんまあ、いいものだと思って出してるわけですもんね、うん、当然で、まあ、マリナちゃんは分からないから合格者やったで全然いいと思うんですよ、うんうん、でそれに引きずられて大丈夫だと思い込んでたらまずいのにそのなんか失敗してる感が全然ないからどうですこのまんまペアとか変わったりするんですかねでもペア変えても結局一緒なんですよねでも結局あきくんが笑顔になるにはもう自分の力で結局勝つしかないと思っててだってここでペア変えてもその人のおかげで勝ったってなったら結局多分あきくんそれでも多分テンション上がんないんですよねああいう人って多分でもなんであんな落ち込むんだろうなと思いますけどねあ落ち込む、はい、たかがこんな番組でね一回待ったぐらいなんであんな人生終わってみたいな顔しちゃできるんだろうなっていう役者なんかなと思ってますけどねノスケならあそこまでへこまないね全然別のねあのまだまだ挽回のチャンスなんてあんのに、うん、よくあんな落ち込めるなっていう一貫の森みたいな落ち込みがあるんだもんね結構俺はイケてる社長だっていうつもりで来たからなんか落ち込むほどのことやってないじゃないですか、うんうん、なんかだから本当なんかこうね謎だなと思いましたけどね僕はなるほど、うん、あきくんこの放送見てもう一回落ち込むんでしょうね多分ひかるさんに言われててそうね眠れない夜を越して辞退は考えにあるんですか、もう今すぐにでもしたいもんここからよここからここからですかねまだまだもう見るからに落ち込むいいねいいね言いたいことあるなら言った方がいいんじゃない言って何か変わるのじゃあじゃあそのまま自分の実力にうぬぼれてるだけでいいんじゃない、まあ、みゆかちゃんが一番攻撃力高いんだよ、元相方を、うん、そう私結構その根拠がちょっとまだなくてあ根拠はね大丈夫大丈夫俺がつけるから、うん、うわありがとうございます街頭アンケートじゃなくても多分100人ぐらいは取れるよ Google フォームで取ってほしいじゃあで先輩のところ行くかこの枕を近づいてきてないノスケ愛してるノスケ余裕あるな